回は重度の方の座らせ方っていうものを行ってみたいと思います。なかなかこうご自分の足腰が弱ってきた方を座らせるっていうと、まあどうしてもこうズドンと尻もちつくようなそういった座らせ方をしてしまって、まあ、介護者はもちろんなんですけど、やっぱり、実際の当事者の方が非常にこう、まあ、ダメージも負ってしまうっていうことで、なんとかソフトに座らせたいなっていうことをよく質問されます。ただし、ね、これなんですが、適切な工夫っていうものが僕は必要だと思っています。なかなか要介護状態の方の、その人の動きだけではなくて、我々が適切に支援をできるかっていう、そこにかかってるんじゃないかなと思います。じゃあ、まずなんですが、はい、まあちょっと遠藤さんをモデルに失敗からやってみようかなと思うんですが、はい、よくありがちなのが、失礼します、この状態ですね、足腰が弱っていてっていう人の場合、このままもう無理にこうするんですよ。やっぱりさすがの遠藤さんも嫌な感じだったら座ってくれませんでした。でもこういうパターン多いんですよ。でどうしても座れないっていうことで無理に座らせようとして、なんか本当にサバ折りみたいな状態でっていうこともまああってはいけないんですが、まあ現実にはそういうこともまあありますし、またもう耐えきれなくなってしまってズドンとこう尻もちをついて、それが元で脊柱圧迫骨折等の、事故も起こってしまうなんていうことも、現実にはあります。でやはり、まあ、それはさすがに、まあ、避けるべきですし、もっと、ソフトな座り方をやってみようということで、じゃあどこから考えればいいかっていうと、とっても単純明快です。我々どういうふうな座り方をやっているんだろうかっていうことを考えるのが一番だと思います。この座り方なんですが、このまままっすぐ立った状態で座るっていう人はいないと思うんですよ。まあ、よく見てみますと必ず前傾してますね。前傾した状態って何がいいかっていうと、頭と骨盤ちょうどシーソーのようなバランスが保たれてるとこう考えてみてください。このバランスを保った状態で座っていくっていうことを我々自然と行っています。まあ、要は相手にちゃんと前傾を出してもらう体勢を作ろうっていうことなんですね。で、実はさっきの弱点は何かっていうと、こう胸と胸があった状態ですね。相手がまるっきり前傾ができないんですよ。この前傾を出すためには自分の骨盤はしっかりと落とした方がいいですね。ある程度動ける方でしたら、ある程度動ける方でしたら、こんな手を持ってこんな風に前傾を引き出して座っていただくっていうことも、あ、じゃあちょっと座ってみてください。まあ、こんな、単純な方法でもできなくはないんですが、ただまあこのぐらいまで動ける方の場合でしたら、ちょっとこう台かなんかに台だとか椅子なんかを持った状態で座っていくっていうこともできますんで、まあ我々が1から10まで手伝うってことはないんですけど、まあなかなかこうご自分で座るのができないっていう方の場合ですと工夫が必要ですね。じゃあ立ち上げてください。でここからなんですが、普通の抱え方では座らせ方が難しいっていう場合は、肩にこう手を乗せてもらいます。この状態ですね。で、骨盤に手を回します。ここから、でもこれ骨盤と骨盤が高さが同じなので前傾ができません。じゃあどうすれば前傾引き出しやすいかというと、自分の骨盤が相手より低くなると相手が前傾していきます。この状態を作ります。その時にですね、骨盤をしっかり下ろすっていうことなんですけど、漠然と骨盤を下ろしてみたいと思うんですが、じゃあすいません、お願いします。漠然と骨盤を下ろしても実は落ちきらないんですよ。中途半端で止まっちゃうんですね。なぜかというと、
ポイントは膝股関節の使い方なんですが、まあ膝が前を向いた状態で、骨盤だけただ下げるとどうしてもこの骨盤が後方重心になってしまってバランスが取れないんですよ。バランスが取れないとそこで止まってしまうんで、相手が前傾を取れるだけの骨盤の下げ方っていうのは難しくなるんですよね。じゃあしっかりと骨盤を落とすためにはどういう、腰の落とし方すればいいかというと、股関節を使います。この膝中心に腰を落とすんじゃなくて股関節中心に落とします。この膝中心ですと腰が落ちきりません。ちょっと肩幅よりも広いぐらいに広げましたら、この骨盤を下ろしながらつま先膝を外に広げていきますと骨盤がしっかりと落とすことが可能になります。横から見ますと膝が膝中心ですと骨盤も落ちません。でもつま先膝を股関節から広げていきますと骨盤がしっかりと落ちてきます。でこの動きを合わせます。この動きを合わせますと相手の前傾が出てくるんですが、ただしこの前傾がちょっと不十分なんですよね。でなぜかっていうと、やはり、高齢者障害者の方が前傾するっていうのは結構これ転倒の危険性っていうのを感じてしまう。また、健常者の我々でもやっぱこのまま前傾するっていうのは怖いんですよね。ですから遠藤さんも途中で止まってしまったんですよ。じゃあどうすれば安心して前傾してもらえるようになるかっていうと、足の付け根の股関節がしっかりと前傾するっていうふうに導くといいと思います。でそのためにはちょっとポイントが必要なんですよね。実はこれ先にやってしまうんですが、さっきですね、横の方がいいですか、さっき肩に手をかけてそのまま抱えるだけで骨盤を下ろしていく、これですよ。ちょっと怖いんですよ。でそこでですね、実は腕をこの手の甲から、全体的に骨盤に当てます。でピタッと近づきます。でこの状態で骨盤を下ろしていきますと骨盤に支えがあるので股関節から前傾っていうものが、まあ、安定した中で行えるようになります。実際にやってみたいと思います、はい、骨盤に手を当てます。でつま先膝を広げ骨盤を下ろしていきますと骨盤が下がってくるにつれて相手の前傾するスペースができてきます。ですから基本通りです。ただしちゃんと下げられるかどうか、これにかかってますね。別角度でもやってみたいと思います。要は自分の骨盤の位置が高いと相手の前傾が出ません。どんなに形を真似しても出ません。でも自分の骨盤の位置が下がってくれば相手が前傾するスペースができてきます。ただし適切に相手の骨盤を支え、まあバランスをうまく取ってあげないと、それが難しいということなので、骨盤を全体的に当てまして、はい、バランスを、整えた状態で自分の骨盤を下げていく。股関節から適切に前傾ができてくるとソフトに座ることが可能です。どうもありがとうございます、はい、ということで実はこれ重度の方を座らせるって、なかなか難しい。それはなぜかっていうと介助者自身のしっかりとした足腰の動き股関節の動きっていうものが占める割合と非常に大きいんですよね。ですから相手の動きを引き出すためには自分自身もしっかりとした動きを引き出すこと、それが僕は一番王道じゃないかなって考えてます。ということで人の心配する前に自分の股関節心配しようということで行ってみました。参考になれば幸いです。以上です。
もご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。体の使い方オンライン前は